伊方町長候補小田田豊でございます。皆様よろしくお願いいたします。はい、非常に盛り上がっておりますね。おはようございます。ちょっと今日寒いですね。大変ですね皆さんね。はい、まあ私もね、選挙戦あと2日なんで追い込みにかかっておりますけども、皆さんも頑張ってください。一緒に頑張りましょう。それではですね、もしよろしかったら私の政権演説などさせていただきたいのでよろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、では、早速始めていいんですか。なんか司会かなんかあるんですか。司会なしで。はい、じゃあ始めさせていきます。皆様おはようございます。おはようございます。この場をお借りしまして、今回の町長選挙に立候補いたしました小田田豊のご挨拶をさせていただきたいと思っております。皆様よろしくお願いいたします。お願いいたします。さて、今回の伊方町長選挙、非常に大事な選挙です。何が大事かというと、横綱級の再稼働、最有力候補、これが伊方原発です。これを止めれば日本中の原発は止まります。その大事な原発を止めるために、私は今回伊方町長に立候補いたしました。ありがとうございます。そしてですね、伊方町の方、本心はやっぱり止めたいんですよ。ほとんどの方が止めたい、それは本心です。しかし今までの いろいろのしがらみ、そういうものに縛られております。非常に、しかし悩んでおります。あの 3.11 の事故を見て、それまでは国や電力会社に騙され続けてきた国民、伊方町の方々もそうです。そして電気が、原発がなければ電気が足りなかったなんていうことも嘘だったんですよね。それも嘘でした。原発が事故を起こさないというのも嘘だった。原発がなければ電気が足りないというのも嘘だった。そして、いや、それがね、大変なんですよ。伊方町の方々、まだ電気が足りないから伊方は必要なんだと思っている方が結構いらっしゃるんです。ですから、皆さん、このあと2日間、あるいは日曜日まで頑張ってても、電気が足りてますということを教えて、皆さんに伝えていただけるということでも違います。あ、説得はダメですよ。そう、それ言います、それ言います。はい。最後、電気が原発を使えば安い、真っ赤な嘘です。第一、沖縄電力と四国電力の電気料金ほとんど一緒ですよ。沖縄には原発ありませんから。それに今回の事故処理、東京電力の、何もできてないじゃないですか。おんぶに抱っこで会社潰れる状態、全然コストを計算してない、全く成り立たないんです。成り立たないんです。そもそも原発というのは作り始めること自体が間違っていたんです。しかし、できてしまったものはきちんと片付けなければなりません。それは私たちの世代で片付けるもんなんです。しかし、それを決めるのがここの町長選挙という非常に難しいところです。ただ町長選挙だけではありません。隣にもね、八幡町いくつかあります。30キロ圏内全ての自治体できちっと嫌だといえばまだ歯止めはかかります。しかし、とにかくこの3日間はこの伊方町に集中して、多くの町民の皆様に、本当はここに伊方原発を置いておけば福島の方々のように、ある日突然ふるさとを捨てて家族と離散し、仕事を失い、見ず知らずの土地で仮設住宅に住み、あるいは孤独死をする、そういう悲惨な状態になるんだということを分かっていただきたいと、私はこの日も声がカレカレになりながらですね、この10日間ぐらいずっと訴え続けてきました。しかし、徐々にですね、徐々にこちらに気持ちが伝わってきます。本当によく出てくれたと、おばあさんの方とか、おじさんが手を握りしめて、あるいは涙を流してよく立ってくれたという方々がいらっしゃるんです。それは徐々に広がっております。しかし、時間が足りません。人でも足りません。しかし、まだまだ、その昨日ですよ、よし動いてやろうっていう人が地元で出始めたんです。すごいですよこれ、本当に。全くね、
最初は一人で来たんですけど、あちらにいる永井さんをはじめですね、どんどんこういろいろ支援の輪が広がってですね、ありがとうございますいろいろ人に支えられてここまで頑張ってきました。それで私はですね、伊方原発を止めるためには伊方原発を止めるだけでいいとは思っておりません。要は原子力産業、原子力関係の産業に働いている方々が次の新しい、ね、未来に人類に貢献できる放射能を残すような産業ではなくて、人類の未来に貢献できる、社会に貢献できる、社会の役に立つ、そういう産業に生まれ変わっていただくと、そういうことを私が町長になれば話し合いしながらそっちの方向にやっていきたいと思います。そのためにはですね、まず伊方原発はもう再稼働しない、止めるんだということをさっさと決めて、そして次の第一歩へ踏み出していただく、そのことをこの間もこのゲート前でお話ししました。もう一度お話しします。要は 3.11 の前までも原子力関係のお仕事というのは年々再々じり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 減っていったんです。で 3.11 以降もし再稼働したとしても、また少ない段階から始まって徐々に減っていって、それは数年しか持ちません。なぜなら核廃棄物がたくさんあるんです。行き先はもうないんです。満杯なんです。ですからそこまで行けば終わりなんだから、どうせすぐ終わるのに、それで自利になっていく企業の方々、体力消耗する、今まだ余力があるうちに原子力関係産業の方々、はい、原子力関係産業の方々、余力のあるうちに次の新しい、みんなに喜ばれる尊敬される産業に一歩踏み出すべきだと、それを一緒にやりましょうというのが私のお訴えなんです。別に原子力関係の方々と喧嘩をしに来たわけではありません。私は町長になれば町内にあるあらゆる産業の方々に儲けていただければなれば儲けていただかなければならないんです。もう一回言います、ね、町内のあらゆる産業の方に儲けていただかなければならないんです。それが私の仕事になるんです。ですから一部の産業だけを切り捨てるようなことは絶対いたしません。そして私は今まで会社経営もしましたし、経営コンサルタントもやっております。その観点から本当に企業というのは決断なんですね。決断を早くすると対処がしやすい、体力のあるうちにさっさと切り替える、そのことを省庁になれば強力に要請していきます。で、ここは町長選挙ですから原子力産業のことだけを言っている場合ではありません。で、私はいくつかの 町政のメニューを用意しました。それは町おこしを真面目にしようということです。今まで伊方町というのは原子力発電所があるばかりに見かけ上すごい大きな金が入ってくる、それは全員に入ってくるかのような錯覚を起こしているがばかりに、半島の隅々の方はどん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 切り捨てられて、まともな町おこし、村おこしをやってこなかった、どんどん寂れているんです。そのことをきちっと認識して、本当は自分たちの一次産業、漁業や林業や農業、あるいは環境産業を、観光業、あるいは他の商工業ですね、そういうものをきちっと自立してやっていける状態を作っていかなければならない、そのことをやる、そのためのスタートだということに位置づけているんです。で、私は先ほど申し上げましたが、原子力産業も次の新しい未来を作るための21世紀型の産業になって儲けていただく、そして農業も漁業も林業も儲けていただく、そういう仕事をした、きちんと仕事をした成果が自分に返ってくる、そういう仕組みをこの町の隅々に作っていく、それが私の基本政策なんです。ただこの伊方町の人口構成を見てみますと、人口ピラミッドっていうのがあるんですね。このどっかに新聞なかったですが、ちょっと見てください、出してください。こういう破れ傘というふうに、人口ピラミッドって普通こう三角形じゃないですか。それが下の方がもうボロボロなんです。要は若い世代、子育て世代とお子さんの世代がごそっと抜け落ちている。ですからこれは私はもう強制的に
回復させようと思ってます。これが月額15万円の子育て手当です。年間180万円1人ですね。3人子供よりは540万円です。今のその内容を説明します。今までの、伊方町では積立金があるんですよ、行政のね。それをもう一挙に取り崩して将来の投資にします。子供に対する投資です。そして行財政もバッサバッサ切っていきます。不要急のものをいっぱい大きい建物を建てたりしてるんですよ。必要はないんだけど建てると町長とかそういう人の実績になると、バーンとメモリアルみたいなものを建ててる無駄なもの、そういうものを切っていけば財源もあります。不要のものを切り取ってそれを将来の子供に投資するんです。そうすることによって伊方町に来れば子育てがしやすい、そういう方々が例えば伊方町にいてももう一人増やそう二人増やそうということになります。あるいは一旦町外出たけど帰ってきて伊方町で子育てをしたいということになります。あるいは伊方町以外にいる方が、伊方町は自然もいいし、ね、子育てのサポートも素晴らしいと、だから行きましょう、そういう形で全国から伊方町に若い子育て世代を呼び込んでこよう。そのことで一挙に人口ピラミッドを補正しようと思っています。要は人口がいないから地域の商店が錆びれ、あるいは走っているバスの本数がどんどん減り不便になるからみんなは出ていく、その悪循環だったんです。それを逆に戻さないといけない。その人口がきちっとバランスよくいればそれが全部復活するんです。合併していった学校、保育園、それから農協なんかもそうです。それから役所だってそうです。そういうものを徐々に地域に戻していく。話は飛びます。役所の機能なんですけど、日本の社会のやり方でどんどん末端の役所をなくして中央に集めようとしています。しかし中央ではほとんどまともな仕事してないんですよ。特に国の官庁、あれはない方がマシなんですね。で、伊方町に限って言うなら、伊方のこの端っこの方から先の方から言うと、もう伊方のところにほとんど集まっています。しかし住民にはすごい不便なんですよ。で、役所仕事っていうのは別に役所にいなければできないものではありません。それは今この21世紀インターネットを通じてスマホがあり、タブレット端末がありパソコンがある、要は地域に職員を分散させます。そしてそれを御用聞きに畑に行ったり、お宅に伺ったり、おじいさんおばあさん元気ですかと、そういう形で御用聞きに回らせる、そういう血の通う行政に変えていきます。そうするとですね、職員の方、場合によってはもう地元で生まれた方がそこで食住接近の仕事ができる、地域の人ともう顔見知りです。それでワンストップサービスにします。そういうインターネット技術を使って必要な専門部署と連絡を取り合って、例えばここに職員がいらっしゃる、私が何かお願いする、するといくつか普通ならあっち行けこっち行け言われます。役所に行くとそれをここに頼めばその人が全部連絡を取り合って答えもこの人からもらう、そういうことができる行政に変えていきます。すると役所、撤回役所があるんですけども、いらないんですよ、ビルがね。で、せっかく持ってるのももったいない、私は貸します、貸しビルとして。すると税収が入って、税収じゃなくて税外収入が入ってきます。当然そこの企業が儲ければ税収も入ってきます。そういうふうなことをこまごまとやっていきます。話はそれましたが、一次産業の振興策を考えますと、儲ける農業、儲ける漁業、そういうことを考えています。というのはいくつか例があるんです。私も実践してきました。そして、典型的な例で言いますと、高知県に馬路村という村があるんですね。それは高知県の山間部、すごい急傾斜の山の中にたった900人しかいない小さい村です。それで全然合併をせずに独立でやってきます。その中に農協がありますが、その農協も独立でやっております。しかしそこで取れる作物ってすごい山奥の標高の高いところですか、柚子くらいしか取れないんですね。けどその柚子を一生懸命いろいろ商品開発をして、一生懸命お客さんにいいものを届けて、徐々にお客さんを増やして、今年商30億円です。たった900人の村でも
農村が30億円です。では、ここの伊方町の入っている西上農協、年商140億円です。いいですか、農家です。どれだけ違うかというと、こちらは人口が何万人もいますよ、西上管内。伊方町だけだって1万人います。小町村の12倍ぐらいいるんですよ。ということは、農家、組合員1人当たりの売り上げ農協の小町村とこちらを比べると、5倍から10倍はパッと洗えてしまうんです。その差は何か、真面目に農協の組合員の農家のためになることを、農協の本来の仕事をやることをやってこなかった。要は、中間マージンはもう自動的に取れる。努力しないでやってきた。それは変えなければなりません。それから、そういうことから農家の方々を解放して、きちっと自分の働いた分が自分の収入になる、そういう農協に変えます。あるいは、農協が誰であれば、そういう企業を作る、あるいは、そういう熱心な農家を育てる。私はそういう、アドバイスもできますし、そういう専門家を呼んできて、サポートすることもします。そういうことで、まず一次産業。それは、漁業も同じようなことができるんですね。で、そのために、先ほど言った、先ほどの役所の仕事もそうです。すべての根幹、21世紀はやはり、インターネットの時代なんです。これは革命的な、技術です。その、インターネット回線、この半島に、全部、高速の無線 LAN、無料でつなげる無線 LAN を設置します。そのことによって何が起こるか。山の上にいても、畑にいても、海の上の船の上にいても、あるいはビルの中、あるいは自宅の中にいても、無料でどこでもインターネットにつながる。例えば漁師さんが、そこの海で、船の上でお魚を釣り上げた。この魚釣ったよ。誰か買うか、あそこにカメラありますよね。ちょっとスマホで、船の隅の方にカメラを置いて、釣る素材だったから映しておいて、その場で釣り上げる。これ釣ったら誰か買うかい。それインターネットで都会の人見てるんですよ。俺それ買うって人に売るわけ。そうすると都会の小売値で売れるじゃないですか。素晴らしい。それがもうその場で売れてしまう。そのことによって漁師さんは儲かる。それはだから農家だって観光業だって同じようなことができます。そういう時代になったということを、なかなか急に農家の方ができるかというと、本当は簡単にできるんですけど、みんなにそれをやれというと大変です。ですから、それは強力に町が専門家やそういう企業と提携してサポートします。そのことによって、もうどんどんこの、休憩者ってやってるこの農業が楽しいものになります。皆さんは一生懸命やっております。そのことが認められる。はい、ちょっと長いようですね。長いですか皆さん。はい、じゃあそろそろ終わりに向かいたいと思いますが、要はそれらのことでこの町おこしいっぱい未来はあるんです。しかし問題はそれらを実現するためには、例えばお金をいっぱいもらえるから子育てがしやすいとか、あるいはこちらに来た方が企業が儲かるとか、あるいは農業農産物を作って直接売るとか言っても、原発がここにあるんでは、それは前に進まないんです。よそから、もう福島のあの現実を知ってしまった。ふるさとを捨てなければならない。放射能被曝する。それが起こることを国民はもう知ってしまったんです。そのことを知っているのに、わざわざちょっとした金がもらえるくらいでここに移ってくるわけではありません。自然の景色がいいとか美味しいとか、そういうものだけでは来ません。ですから、これを止めるのは必須なんです。セットなんです。で、それを多くの島民も望んでいます。島民でごめんなさい。この町民も望んでおります。しかし、それが今までのいろいろのつながりで表現できない。なかなか身動き取れない。選挙でもそれができないかもしれない。しかし、徐々に多くの方々が変わっております。ですから、その地下に溜まったマグマがそろそろ吹き上げようとしております。私はその受け皿になろうと思っています。ですから、伊方町の町民の方々に自分の心に素直になっていただき、ご先祖様から引き継いだこの美しい土地、素晴らしい土地を、お墓を将来の子供たち、子々孫々に誇りを持って仕事も充実して、
して暮らせるよという実いう状態で渡す、そのことを一緒にやっていきましょうとお伝えしております。ありがとうございます。ですから最後まで諦めない、ほとんどもう捨てられていると思っています、多くのこの伊方町の方々。ですからその気持ちが非常に理想です。それを本当の気持ちとして表現できるように心を開いていただくようなやり方をしなければなりません。私はまあできる範囲でそれをやっておりますが、あと2日間一生懸命やります。とにかく ありがとうございます。はい、とにかく皆さんのお力もここでいろいろイベントあることなので存じております。この後終わりましたらまたできる限り私のお手伝いもしていただければありがたいと思っております。聞いている伊方町民の方々もいらっしゃると思います。ご近所あるいは山の中畑の中いらっしゃると思います。とにかく今回の伊方町長選挙は、今回の町長選挙はいいんですが、4年後の町長選挙がこの町この土地で皆さんの住んでいる家から投票所に足を運んでできる選挙が、そういうことができるかどうかが問われている。最後の選挙かもしれない、この土地で行われる最後の町長選挙かもしれないということを肝に銘じていただいて、本心を本当の気持ちで良心に従って投票行動に移っていただきたい。そしてその投票する相手はひらがなで小田田豊、難しいんで小田田だけでも、こっちが難しかったら豊かだけでも結構です。その小田田豊に投票をお願いしたい、清き一票私にいただきたいと思っております。以上、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。オーダー多分どうやって考えますか。